これが見たかった。はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、パート3やっていきましょうか。パンチョとカズイの大冒険3ね。はい、前回はステージ1のマンジョー、マンジョーじゃなくて合体しまって、マンボウと、え、マンボウとマンボウのおちょぼおちょぼついておもどしろバンバンとね、クリアしました。これはモップルーマです。ジャッジでの魔法で記録されています。じゃあメガニ君には開けられないの？そんなに簡単には開かないのです。このドアを開けるためにはモップを集める必要があります。ドアに浮き上が浮かび上がる数字は魔法の強さなんです。これグランチルダの魔法も100のにはいろいろなステージでのモップのベスト記録の合計がドアの数字以上必要になります。ステージのドアを開けたから中のやつらがあたりをうどーろ。どうすかね、やっぱり音声ちょっと出てたんな。ドアドアは簡単に通れたよ。だがこれ以上のドアは通れないだろう。いゴリラ好きだな。ね、あっちにもゴリラいたけどさ。ということで、はい、キングポットですね。おはよう、おいらは魔法のお鍋。同じ色の鍋をもう一つ見つけましょう。飛び地ができます。こんにちは、おちびちゃんたち。私はブレチュルダ。ブレチュルダの妹よ。あなたたちがグラチュレダをやっつけるのを助けようとこっそり抜け出してきたの。今こそ意地悪おままにお仕置きが必要よ。私はグラチュレダの秘密をたくさん知っているわ。私を見つけたら B ボタンで話しかけてね。秘密は1回に3つずつ教えてあげるわ。それをよく覚えておいてね。きっと後で役に立つから。わかった？私を見かけたら B ボタンよ。はい、グラチュルダは普段ラーメン味の塩漬け味の歯磨きを使うのよ。そしてシャンプーの代わりにそんなミルクを使っているわ。え？それからグラチュルダはユニフォームセンター魔女で服を買うのよ。ありがとうございました。はい、この3つですねがあることによって、まあ後ほど役に立つとね。じゃあ行きましょうか。あ、ここ2つだったっけ？楽勝じゃん。これあれか、習うまでは全部時間からあれか、ね。一度はめ込んだジグソーを外すときは C 下を押してください。でもジグソーパネルが一旦完成してしまうともう外すことはできません。あー、ここはね、前回パートよりも、ちょっと、むずい。むずい、当たり前だと思う。難易度がね、簡単になっていくわけはないですね。なんだけど、まあ、どうだろうな、ワンパートに収めてプレイできるかって言って、ちょっと難しいかもしれないな。うん。あ、そうなったらね、例えば、第2ステージと第3ステージをこう、いっぺんにやってみたりとか、あ、そうだ、忘れてた。前回さ、カズイダッシュをしながら羽ばたきジャンプはできないんだへーって言ってたのにさ、今まさにできてないもん、赤タレが。よし、じゃあ行きましょう。お手からガタンピーチ。ドド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 ドなんか奥の方のさ、あれがドットに見えるっていうのがまたこうやっぱ64らしくていいよね、この国際から。新しいアクションここで2つ覚えてきて。あ、倒すのがね、結構ね、厄介なんだよな。つけないためで同情じゃん。あ、ちょ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 。あ、卵もったいねー。スラッカーさんが出たらと思ってました。普通にちょっと、カメラが欲しい。ちょっと。どんだ、ちょっと待って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 
これね、いろんな海のところでね、続々登場してくるからね、結構大変なんだよな。羽が、この世界では非常に大切になるので。私は赤い羽で、アザリが空を飛ぶときにお手伝いをします。よくわからん。でな、あそこね、まあ、多くの方がご存知だから、もうあえてネタバレしちゃうけどさ、大丈夫やっぱしない方がいいかな。ネタバレすると、もともとはクリア特典として秘密の卵っていうのを手に入れることによって、あれなんですよ、さらにパワーアップしたね、バンジョと数えて遊べるみたいなのがあったんだけど、それが残念ながら64のね、そのロムに入れるなんか容量が足りなかったらしくて、だから一生懸命やっても卵手に入れることはできるようになるんだけど、今秘密のパスワード入れることになってね、だけど手に入れるだけで終わる。その秘密のパワーアップに関してはバージョンの数に対応2でやられる。みんなばら、は俺様の親の狩りの一般の専用ビジュぜ。あら、それがどうしたの。生意気な鳥目に羽を散髪してやろう。こんなアンバラの畳で値をきれいにできるかしら。やろう。うん、A ボタンと、ね、B ボタンの位置がね、やっくるのがね、非常に。あら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 、あらあら、俺でも暗い。チョビリチキン。あ、ちょちょ、やばいやばい。あ、ちょ待って、A ボタンが反応して、なんだなんだなんだ。これなんか、音声だけじゃ、音声だけじゃなくて、あれだな。コントローラーも若干今ラグを感じた。A ボタンがちゃんと。どうしよう、まあ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 、下手くそだからね、下手くそっていうだけの理由です。言い訳しません。言い訳したけど言い訳も今後しません。私が下手くそでございました。頑張って上手になります、許してください。ちょ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 、あいてててててて、やばいやばいやばい、しる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 、あれあれ、そうそうそう、やばいやばいやばい、マジでやばいマジでやばいマジでやばい、あれ、ちょっと待って、あ、Z 押したじゃん。てててて、しかも手に握ったまま死んでるし、どうしたバンジョー、もうたくさんか、どうしたカズイ、もう降参か、まさかの初死亡フラグ、初死亡シーンがもうここになってる。あ、死んだからこうなるのか、めんどくさい。あれ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 、どうですか、ダサ頑張ってますか。ちょ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 、壊れる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 、まあいいんだよこいつ、ちょっと強いんだよこいつ、あれちょっとあれなんか、コントローラーおかしいな。あーやばいやばいやばい、勝手に進み始めてる。トップトップ、あちょちょちょ、あーちょ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 、ほら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 、やばいやばいやばい、やばいな、コントローラーがやっぱちょっとおかしいな。慣れてきた。ててきてる。お前も来るんかい。ちょ待って。やばいやばい。カニとサメに襲われるというちょっとなんかカオスな状況になっている。チーズとクラッカーかな。さ、お前クラッカー様って自分で言ってなかったっけ。よいしょ、あのボタンを押す。そうそうそう。なんだこれ。お前肉食なのに豆食うのかい。ああ、まあまあ、畑の大豆と呼ばれてるもんなんだ。豆？え、そうだろ？枝豆だって。豆？あ、違う違う違う。畑の大豆ってなんだ？畑に大豆は普通だ。畑の肉だ。ああ、ちょっと待って。待って。あ、そっか、C ボタンとカメラのスティックが一緒になってるから、あれだ、すげえやりにくいんだ。オッケー。ああ、もったいねー。あ、まあ、こういうなんかこう、リアルをお届けするっていうのもさ。なんかゲーム実況が大事だよね。なんかさ、こうなんていうの、自分がさ、かっこいいところを見せようとしすぎてさ、死んだところはこうなんかカットするようなさ、いかがわしいゲーム実況プレイヤーとは違うから、私は。はい。ただの下手くそなんだけどね。ごめんなさい。ああ。何を夜中に一人でこんな一人騒いでさ、30のおっさんがやんねや、何やってんだか。でもいいんだよな、このゲームが。で、どうせまたニッパー復活してんだろ。あれちょっと待って、でも普通に復活してやがる。一気に冷えてやがる、あの野郎。なん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 。でも、集めるけど、でもどうせあれだろうな。技を覚えるときに、あ、これで会話ボタンあんのか、会話あんのか、めんどくせえな。
あ、カットできた。あ、いてあれ、よし、結構ね、あのね、スパンが短いから、まあ、強いっちゃ強いよね、こいつもね。うん、まさかのカニにやられるというね。で、ヤドカリに勝ったけど、カニにはやっぱ勝てなかったんだよね。やっぱ値段の差なのかもしれないね。ということで、ほい。やっぱいけるな。あー、やばい。同じことをやろうとしている。ダブルパンチ。ありがとう。お釣りが来る。イエス。あれ。ほんと、ヤドカリ本体どこ行っちゃった？あれ？すげえ、取ったことになってんだ。あー、知らんかった。それは死んだら取ったことになるんだ。あ、すげえ、25年ぶりに知った真実だわ。んー、バーンジョッカツーイケツツキあった。うわ、ジャンほらに、さっき来てるし、普通に。あ、ちょ、何のラグ、ただのご乱心じゃねえか。消えてるし、ここのやつ倒すのめんどくさいな。おいで、ふっ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 ふ、来ねえし、ふっ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 ふ、あれ、ふっ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 、完全になってもね、狙ってもさせる。ふぃー、だし卵が足んない。やっぱ100個ないとあれだもん。2だとさ、一気に確か10個だか20個だかを貯めてくれるからすげえ楽だったんだけどね。今回は1個ずつだった。今回はっていうか、この作品はね、やっぱり1って、なんだろう、こうね、いろいろと試行錯誤して、0から1を生み出しているものだから、うん、まあやっぱ2でそのね、いろいろと改善って、あれ、今から取ったりしなくて、どのルートから進んでいくのがいいのかなって。あいつかな。まあ、いや、この先進めていこう。わあ、このステージのオープンのベスト記録を更新しましたよ。落ちたよ。ふなしいはなんか10個で更新だもんな。あー、もう これじゃあれだな。もう電撃イライラ棒とかやったらもう本当にただただイライラするだろうな。あー、難しい。こんなのもありだよね。あ、出た。あいつな、いろいろね食ってくんだよ。あの、体力削るだけじゃなくてさ、なんかいろいろ食ってくんだよ。めんどくせんで登ってきてるし。え、そんなのありっすか。ジャ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 で、あいつを、あっ、ありがとう。今、バケツのリンキー穴が開いてて、卵で防げるってすごいよ。どんな穴なの。ありがとう、リンキーの水漏れは治りました。皆さん、お好みの組み出してあげましょう。チャ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 チ
やばい、ゲームが楽しすぎてコーヒーが進んで収録してまだ15分とかなのにさ、もうコーヒーなくなりそう。やばいな、あとのコピン中毒野郎だ。あれ戻ってなかった、2箇所ある。ちょっと待ってね、ショックジャンプ覚えたし、ショックジャンプとか、あのなんか、いやお前こういうルートで進めろよとかっていう、そういうのはまあ一旦あのなしとね。どうしよう、これもう取れねえんだよ。ふいふいふい、もう音声がずれまくってんだ。ショックショック、ゆいあああ、やばいな、カメラが近すぎて、カメラが近すぎて、あ、ちょっと待って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 、やばいやばい、あのね、ゼルダの伝説とかやってるとどうしてもね、さ、あの Y ボタンで攻撃とかするじゃん、ティアキンとかそういうのやってるとさ、ティアキンもう1年くらい経ってるさ、あのプレイし始めてから、あ、ちょっとあの、まあ、買うの乗り遅れたってのあるんだけど、うん、未だにまだクリアしてないからね、まあ、長く遊ぶにはいいっすよ。まああの、いろんなね、ゲームをね、やってるからさ、非常にめんどくさい。はい、たったきから貝は普通ね、こんな風に飛ばないんですよ。でもこれなんかあれなんだろうな、シャコ貝をイメージしてんのかな。よいしょ、もうあんまり進展しないままここまで来ちゃったな。あれここまで来て、あの収録時間があれだな。よいしょよいしょよいしょ、 C ボタンで操作したいな。右スティックで操作してきた。なんで飛ぶんだ。じゃあ逆逆逆、よいしょ、あれこんななんか操作って難かったっけ。バンジョが数いて難易度の高いゲームではあることは間違いないんだけど、ここまで俺驚いたかな。なんか多分小学生とかの時の私の方が上手だった気がする。なんなら幼稚園か、年長さんくらいの時のゲームだったはずなの。98年でしょ、俺6歳で、あ、ちょっと届かねえのか普通に。あー、なんでちょっと、じゃあ A ボタン押してさ、羽ばたきジャンプしてほしいんだけど、なんで今しなかったの。 A ボタン一応押したんですけどね。あ、出た出た言い訳、ほら出た、また言い訳、まあやりたくてもだけやからな、ボタン押してるのにボタン押せてへんだけやからね。でこれ自分で自分のこと戻してまったじゃん、じゃん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 、音楽が違う。あれなのかな、その、あ、違う、ゲーム画面上でその普通にテレビにつないでやるのと、こっちで、これ今ね、あのキャプチャーボードにつないでパソコンでやってるっていうのかな。やっぱラグがちょっと地味に発生してるのかな、ボタンを押したというのかな。それがそのなんかジョージじゃなくてお猿じゃなくてだらねえ、じゃなくてなんかこう浮き折り起こってしまうっていう、おっさんのそのアクションがすごい必要になってくるみたいな時には、まあ、なかなか難しいんだよね。よしへい、こっちもいい、へい、なんでお前いるんだ、ほいどうへい、チャ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 、めっちゃ慎重にいってるよ。へい、で、あっちの卵とか別にいらないから、どっか行こうか。やっぱ空飛べるようになるか。うん、まあ入り口に近いところから一つ一つ処理していきましょう。最後に笑うのは俺だ。もう20分経つんだよな。泣いてるカバさんがいるよ。ウィー、お待ちかね、スピンちゃん、それを飛ぶ方法を教えてあげましょう。やっとね、あんた、ねえメガネ君、せっかちなチキンちゃんにも、はっ、赤いジャンプ台の上で、レボタンを押すだけです。さあ、この赤い羽をどうぞ、空を飛ぶのに必要です。やったー。じゃあねー。一度覚えることができる新しいアクションは、これでおしまいです。
イエス。あ、ちょちょ、なんか登った方がいい。登って、あ、神社。テル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 。青青青青。チャ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 。あ。いって、次食らうかい。登りましょ。テル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 。今これだと風ができない。あ。え？おっさんに話しかける。わしはこの船の船長キャプテンブラバーじゃ。船が脱破したとき、だからも沈んでしまったんじゃ。じゃあ潜って探せば、キャプテンブラバー。でもわしは泳げないじゃ。この老いぼれのカバを助けてくださらない。もちろん。じゃあ探してあげましょう。声ガバガバだな、わかんなくなっちゃって、もういろんな演じすぎてさ、誰も求めてないんだろうけど。ってことでさ、で一個突っ込んでいい？どうやってそこに、どうやってここにナンパしたのよ。え、打ち上げられたのかな。いや、私はキャプテンブラバーのだからです。え、ここに座礁したっていうかさ、もうタイタニックでも難しいみたいな感じになってるね。え、ちょ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 、いいかも、不安。さよなら。で、もう一個。してキラ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 。完全に砂に埋まってるもんな。どんくらい長いことここにいるんだろうっていう感じがするよね。よし。キラ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 。オッケー。今回は2個ですね。綺麗に2ついたれんでな。都合しにこう分け隔てられた場所でこう2個点々と。あれ、なんか近づいてきてる。やばい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 ほいっていい。お前から二つカニ味噌と足をすすってやろうじゃねえか。カニ食べてー。チャチャラチャラチャ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 チどうぞ。もう一個、もう一個どうぞ。はい。おお、これぞまさにわしの宝。ありがとう。さあ、これを受け取ってくれ。さあ、で早速こいつを使ってくよ。まあ、ボートレース屋をね、立ち上げてね、あのバンジョーを次の作品で助けてくれるんですね。ちゃんちゃん、ちゃかちゃちゃ。お、いや、まだ3つか。先は長いな。まあ、ちょっとあの連続撮りではしていきたいと思うんですけど、収録時間の都合上ね、一旦こちらでカットさせてもらいたいと思います。ということで、ね、今回もパート3ご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回パート、チャンネル登録ボタンを押してお待ちいただけたら幸いです。では次回パートでお会いいたしましょう。チャオ。